おいおい、韓国の F-35 戦闘機が添え機の故障で危なかったんだってな。F-35 戦闘機って言ったら日本でも運用されている戦闘機じゃないか。それでどうなったの？入ってきた情報では、装置の故障で胴体着陸をしたみたいなんだよね。胴体着陸なんて一歩間違えれば大惨事になってたね。韓国の公式な発表によると、胴体着陸事故が起きたのは、2022年の1月のことで、訓練飛行を行っていた韓国空軍の第5世代ステルス戦闘機 F-35A 戦闘機1機が、操縦電子系統の不具合によって、3機ある着陸用の車輪が出ずに胴体着陸を試みて無事に成功させたという発表だったんだ。胴体着陸を無事に成功させたことで最悪の事態は免れたんだけど、ここで大きな問題が浮き彫りになったんだよ。もちろん100億円近い金額の戦闘機だからそのままってわけにもいかないよね。機体の修理を行わないといけないんだけど、これを修理するためには、アメリカ、オーストラリア、日本のどれかまで運ばないといけないんだよ。自国では修理できないのか？そうなんだよ。自国でできるなら問題はないんだけれど、それができないんだよね。今回はその辺の韓国の事情を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。今回起きた事故の胴体着陸というのは本当に一歩間違えれば大惨事になっていたんだ。韓国はこの時の状況を、こう話してる。F-35A 戦闘機の降着装置が作動しない状況で、胴体と地面との摩擦で発生する熱や火花からの火災の発生を防止するために、着陸前に残っている燃料を投棄して、その間に地上では発泡性の消火剤が撒かれ摩擦熱を軽減させる処置を取ったんだ。これにより胴体着陸に成功、パイロットにも怪我はなく、機体にもそれほど大きな損傷はなかった。韓国空軍は、起きた事故よりも、自分たちの対応が素晴らしかったから大きな事故にならずに済んだとドヤ顔で公表したんだよね。ああ、それは韓国らしいといえば韓国らしい公表への仕方だな。韓国空軍は今回の事故について、F-35 としては初めてのケースだったので、製造元のアメリカのロッキード・マーティン社の協力を受けて原因を調査するみたいなんだ。この間は、国内での F-35 の使用は中止するみたいだね。正直、日本には修理の機構にしてほしくないよな。韓国がまともに修理費用をすんなりと払ってくれるとは思えないんだよな。確かに、すごくありそうな話。韓国空軍では、約40機の F-35 戦闘機を導入してるんだよね。1機100億円近い金額だからね。今回の修理費用も莫大な金額になると思うんだ。確かに大勢の軍事評論家たちが、今回の故障の原因をアメリカのロッキード・マーティン社の責任にして、あわよくば修理費用を免れようとするんじゃないか、と心配されてるよね。100億円の戦闘機だからね、修理費用もびっくりの金額だろうね。2012年に F-35 と同じ第5世代ステルス戦闘機の F-22 ラプターが同じように胴体着陸事故を起こしたことがあるんだよ。この時の修理費用が、日本円で約38億円かかったと言われてるから、それと同等の金額は予想されるよね。修理だけで38億円かよ。ため息しか出ないな。この修理費用を韓国がすんなりと受け入れて払ってくれるのか？すごいお金にはシビアなイメージがあるんだよね。正直韓国のことだから、すんなりと払ってくれるとは思っていないだろうね。何よりも、修理費用が38億円程度で済まないってことも考えられるからね。どういうこと？アメリカで胴体着陸事故 F-22 ラプターは、そのままアメリカで修理されてるからさ。今回の事故は、韓国が F-35 を修理するために、アメリカ、オーストラリア、日本のいずれかに持ち込まないといけないってことだよ。韓国に F-35 を修理できる施設がないってことが問題なのさ。壊れたまんまの戦闘機じゃ飛んではいけないもんね。最新鋭のステルス戦闘機 F-35 には機密事項がたくさん詰まってるからね。北朝鮮なんかに F-35 の情報が漏れるなんてことはあってはならないから、韓国にはアメリカが指定する国際整備拠点を置くことはできなかったんだと思うよ。確かに、最新鋭戦闘機の情報が、北朝鮮になら漏れりゃ危なすぎるよな。韓国に整備拠点を置かなかったのが正解だと思うぜ。となると、韓国に一番近い国際整備拠点は、日本だよね。そう、愛知県の三菱重工業に国際整備拠点があるんだよ。普通に考えても日本政府が韓国の戦闘機の修理を受け入れるとは思えないよな。そりゃそうだよね。露骨な反日姿勢を示す韓国に日本政府もほとほと嫌気がさしてるだろうからね。韓国の戦闘機の修理なんて知ったことじゃないって感じだよね。大体よ、
一度は解決したはずの徴用工問題を蒸し返して、三菱重工相手に賠償金を払えって言ってきてるんだぜ。修理依頼なんて絶対に受けるかよ。それは、日本政府も三菱重工もわかってると思うよ。韓国のことだから、修理を受けてあげたとしても、いろいろと難癖をつけてお金を払わないだろうし、日本政府の中には、戦闘機の修理代を徴用工問題の賠償金で相殺してこようとすると、懸念している声もあるようなんだ。本当にありそうだもんね。これはちょっと笑えるんだけど、韓国政府は F-35 の整備や修理を日本で行うことを拒否してるんだ。ん？日本じゃなくて韓国が拒否してるのか？我が国の技術力と他国との関係があれば、日本に頼る必要はないんだ。と単価を切って、さらに自国の首を絞めてるようなんだ。技術力、笑える。他国との関係性、笑い通り越して呆れる。となるとだよ。今回の修理だけじゃなく、これから発生する定期的なメンテナンスや整備も、アメリカかオーストラリアに持ち込まないといけないってことだよね。運搬費用、さらに大きな時間のロスまで発生してしまうよね。F-35 の修理代、アメリカ、オーストラリアまでの運搬費、コストまで考えると、F-35 がもう一機買えてしまうような金額になるかもしれないね。そもそも、韓国は F-35 を40機近くも保有してるのになんで国際整備拠点の設置を許されなかったの？北朝鮮とのつながりだけが理由ではないでしょ？そう、それには決定的な理由があるんだ。以前韓国は F-16 戦闘機のブラックボックスをアメリカに無断で開けたことがバレたんだよね。その時にアメリカを激怒させてしまい完全に信用を失ってしまったわけなんだ。インターネット上では、今回の胴体着陸事故は韓国空軍の日頃の点検や日常整備が甘かっただけだろうと言われてるんだ。まあアメリカのロッキードマーティン社も、今後導入予定の国があることも考えて事故原因を徹底的に究明するだろうけど、ロッキードマーティン社では韓国のせいで、自社ブランドに傷がついてしまったと言っている役員もいるそうだけどね。そうなんだよな、最初から思ってたんだが、アメリカ、日本、韓国、オーストラリアとかなりの機体数が導入されてるんだぜ。そこで韓国の一機だけが故障による事故。これは、日頃の整備不足としか思えなかったんだよな。韓国側が、元々の機体の不良だと叫ぶならば当然アメリカも黙っていないだろうしね。もし韓国がアメリカに対してそういう態度を取るようならば、今までの経緯もあるから、もう韓国にはアメリカの兵器は使わせないって強硬手段に出ることも十分に考えられるからね。大丈夫だよ。韓国は日本にだけ強気だからさ、アメリカのような大きくて強い国には逆らえないでしょ。こんな戦闘機の修理一つに関しても、他国から信用がある国と信用がない国と明暗くっきり分かれるよな。韓国に関しては自業自得としか言えないけどな。そうだね。韓国が今までの行動を改め信用できる国になるには、時間がかかるだろうね。でも、今のまま変わらずに多責思考を捨てないならば、世界から総主観されるのは目に見えてるよね。国民性と言ってしまえばそれまでだけど、そろそろ変革の時が来てるんじゃないかな？それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の豆知識コーナー、待ってました。今回の豆知識はこれ、今、北京オリンピックがあってるよね。知ってる、日本メダルたくさん取ってるよね。競技に、カーリングがあるんだけど、そのカーリングのストーンっていくらか知ってる？ 5 万円とかか。いやいや、3万円ぐらいだろ。正解は、カーリングのストーンは1個10万円以上するだよ。思ったより高いな。ちなみに、1セットで160万円だよ。ってことは、10万円をぶつけ合ってるってことなんだね。まあ間違ってはないな。ってことで、僕の豆知識コーナーでした。いつも動画を見てくれてありがとう。また見てね。日本頑張れ、日本チャチャチャ。絶対に韓国に負けるな。日本頑張れ、日本チャチャチャ。絶対に韓国に負けるな。